どうもこんばんは、エネムです。今回はアップデートが入りまして、新しいイベント傷をまとう追跡者が始まりました。で今回はね、プレミアムガシャいつもの通り10回引いていきたいと思います。アップデートが入ってね、ガシャの画面ちょっとかっこよくなったね。3台のガシャ稼働中、なんかちょっとね、1個得した気分になるスタートダッシュガシャなんですけど、今回はプレミアムガシャですね。リオが新しく加わって、いわゆるリオ、ウカクかな、これは。金木をしのぐ実力、リオ。まあ、ジェイルやってないんですけど、小説買ってちょくちょく読んでたので、まだ読み終わってないな。うん、ウカク。まあね、ストーリーはよく分かってないです、ジェイルの。いやー、でも、他の UR ちょいらないな。やめてほしい。もし仮に UR が出たとして、リオが出るっていう可能性はね、あれだけど。まあいいでしょう。いろいろ覚醒させたいキャラもいるんでね。とりあえず10回引いて。というわけで単発4回の、6連1回というわけでね、引いていきたいと思います。単発で出てくれたら嬉しいよね。この前放送で単発で引いちゃったんだけど、やっぱり単発ってお得感があって好きよ。氷さん。SSR プラスの方が来てくれたら、個人的には嬉しいんだけど。はいはい、まあそううまくはいかないよね。単発でも本当最近単発で SSR まで持っていけたことないからな。ほぼ SR みたいな。はい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 、まあ単発なんてこんなもんでしょ。金チキ4枚かな。ふう、よし、行くか6連。結構さっさっさーと引いちゃってね、クソ短い動画になるんだけど、まあ許してくれ。はいはい、おつ、お、いいぞ。最近圧倒カネキに好かれているのか、何かとこいつ引いちゃいますね。まあ、リセマラで始めたキャラだから、思い入れがあって嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、それにしても A 属性しか来ない。他の属性も若干作ってやろうかなとか思ってみたりしたんですけどね。というわけで今回は、傷をまといし、誰だっけ、追跡者だっけ、そんな感じのイベントの、ガシャを引きました。ではまた次回の実況でお会いしましょう。お疲れ様でした。